ベルギーの古典電車とは、ベルギー国鉄が1950年から1979年までに製造した電車の総称。製造年により、AM50 から AM79 までの形式に分かれ、合わせて約500両が製造された。基本的に2両で1ユニットを構成し、直流3000ボルト、架空電車線方式に対応している。主に普通列車として運行されている。 一部の車両は1999年から更新工事を受けた。また、新型車両に置き換えられた車両もある。そのうちの一部はイタリアの鉄道事業者に譲渡された。これらの電車は直流3000ボルトで電化された路線に対応している。オランダの直流1500ボルトで電化された路線では半分の速度で走行することができ、国境を越える区間の列車にも使用される。 最高速度は時速 130km または 140km である。ベルギー国鉄 AM75 系電車とは連結可能である。ほとんどのユニットは1等と2等の客室を備えている。1等の客室は片方の車両の半分程度であり、その他に荷物室を持つ車両もある。座席は1等は2プラス2、2等は2プラス3のボックスシートである。 当初、車体の塗装は濃い緑色で、前面には黄色のラインを配していた。その後、1984年からは、ワインレッドと白いラインの塗装に変わった。サベナベルディ航空のブリュッセル空港連絡列車に使われていた車両は青色に白いラインの塗装だった。1999年に、これらの旧型車両の多くは更新工事を受けた。 接客設備の改善が行われ、塗装も薄い灰色に、青と赤のラインを配したものに変更された。都市近郊のシティレールサービス用として、AM70.7374 の40両には、さらなる改装が行われた。自転車持ち込め用のスペースが用意され、車内では LED ディスプレイによる情報提供が行われる。オータモトラシス AM62 フィーシュテクニック。 2014年10月3日閲覧。2007じゃあ VAN でからいたいと。2014年10月3日閲覧。オータモトラシスシキレールディスクリプション。2014年10月3日閲覧。ありがとうございます。